どうも、こんばんは、ひろたまです。本日なんですけど、呪術無課金編成で、未開の大地ね、22のクエスト攻略とクエスト解説をしていきます。はい。で、ギミックがね、地雷ワープ、貫通制限っていうことで、マリステン3体と、あと、フレワクにね、弁慶を編成しています。でね、なぜ弁慶って話なんですけど、そもそもね、生死限定キャラで、あんまね、フレワクに湧いてないっていうのと、あとは、あれかな、やっぱりその、弁慶の方がね、個人的にその火力出るかなと思って、弁慶編成しています。はい。で、ステージのね、詳細を話していくと、まあ、ここね、その、マップクリアの回復とハートがありません。ですのでね、今、その、ラセツが反撃モードになったと思うんですけど、ラセツのね、反撃モードが回復なんですよ、HP。なんで、これを使いつつ、立ち回っていくっていうのが、その HP 管理の方法となります。で、ボスへのね、火力とか、雑魚への火力に関してなんですけど、ドーマン星もね、反撃モードになります。2ターン目以降ですね、各ステージの。なんで、ドーマン星がね、攻撃アップバフをばらまいてくれるんですよ。なんで、ドーマン星の攻撃アップバフをもらいつつ、あとはね、その、地雷を取らないとダメージ出せないんで、地雷を取ってね、そのザク処理、ボスへのダメージっていうのが、まあ、各、そのダメージソースとなっていきます。でね、その地雷を持たないで倒せるザコが、反射印とね、カチリになってますので、こちらの方はね、その初端、まず反撃モードね、もらう前とか、まあ、もし、バフが乗ってないとか、そういった時は、必ずね、先に反射印とか、カチリ優先して倒すようにしてください。はい。で、ガキとかに関しても、バフを持った状態かつ、その地雷を持って殴るとダメージを与えることが、大ダメージですね、を与えることができますと。ってな形でね、基本の雑魚処理というか、ムーブがこれになります。バフ、地雷持つ、雑魚、というか敵を殴る。これがね、ワンセットとなります。はい。で、中ボス以降とかね、ボスとか弱点が、ある敵に関しては、これにプラスアルファね、弱点を殴るっていう風な要素が追加されます。はい。まあ、ただね、その、弱点をね、ちゃんとバフをもらって、地雷持って弱点を殴るとね、結構ね、一回で大ダメージが出ます。今殴ったんですけど、これぐらいのダメージが出ますと。はい。ですのでね、その、焦らず、まずは、雑魚処理を優先してください。で、ここでね、もう一つ注意しないといけないのが、今、羅刹、右側に羅刹で、左側にね、ドーマン星が反撃モードでいるんですけど、一回ね、羅刹を倒すと、次ドーマン星。ドーマン星を羅刹を倒すと羅刹っていう風な形ね、入れ替わりで蘇生していきます。ですので、ここはね、可能な限り、何ですかね、その、ドーマン星とラセスが、出ている状態にしましょう。ドーマン星、ドーマン星とか、ラセスっていう風な立ち回りはね、あんまり良くない立ち回りですと。はい。で、あともう一個注意しないといけないのが、結構ね、こういうクエストって、やっぱ欲張って打ってしまいがちなんですよ。なんですけど、その欲張って打ってしまうと、例えばね、その、雑魚に地雷を使ってしまったりとか、うまくね、バフをもらえない状態で、その、殴ってしまうとかっていうことが、結構ね、やっぱ、あるので、ここはね、その、ダメージソースっていうのはね、ちゃんとね、バフもらって、地雷持って弱点をね、一回殴り続けていれば、ダメージソースはね、その無課金パーティーでも困りません。ですので、ここはね、必ずそういった打ち方を守るような形で弾くようにしてください。それさえ守るとね、そのダメージソースとかは困ったりしません。はい、こことかもね、結構なんですかね、殴れないところがあったんですけど、殴れるときはね、ちゃんと意識して、
バフもらって、地雷持って、ボスの弱点1殴りっていうことをしてるので、ちゃんと突破することができています。これをね、ちゃんと守れば、これ、3回目ぐらいかな ?3 回目ぐらい。3回ぐらい普通に、このパーティーで、もう普通に勝ってるんですけど、ちゃんとね、安定して勝つことができます。はい。あとなんですけど、ドーマンホースと、ラセツのレーザーバリアの範囲が反撃モードを、とか、まあ、攻撃アップバフの範囲になります。ですのでね、先ほどのターンで、マリステンでね、弁慶動かしたように、キャラクターをね、ずれてたら、ちゃんとね、バフの範囲に入れてあげるっていう風な打ち方をするのもね、かなり効果的になってきます。これをね、できるだけで、なんて言ってるんですかね、かなりボスへのダメージソースというか、余裕を持ってね、そのボスを抜けることができます。はい。これとかもね、今、弁慶 E1 なんで、ちょっとね、SS を打つか迷ってるんですけど、こことかね、ちゃんと、バフをもらって、地雷を持って、ちゃんとね、弱点を1殴りするっていうことを心がけます。はい。でね、1殴りで、こんだけのダメージが出ます。で、ボスのね、真ん中の8、今7になったんですけど、ここはね、即死です。なんで、あとはね、7回これを繰り返すだけで、ボス突破できるんで、ちゃんとね、そこさえ意識できれば、あまりね、難しいクエストではありません。マリステでもね、こんだけの火力出るんで、全然、こと足りるというか、余裕でクエストとか、ボスは突破することができます。はい。で、あとは、注意しないといけないっていうところは、ですね、ドーマンホースとね、ラセツって地雷を持った状態じゃないと倒せないんですよ。なんで、ドーマンホースのとラセツの真ん中の数字あるじゃないですか。ここね、SS 遅延攻撃をしてきます。はい。ですのでね、弁慶とかが近くにいる場合っていう時は、基本で、無視でいいんですけど、1になるまでは、1になったら処理し、に行くっていうことをしていきましょう。地雷を持ってる状態じゃないと倒せないんで、ちゃんと地雷を持った状態で殴るようにしてください。はい。で、ここのかもね、もう弁慶 SS が溜まってて、ボスラストゲージで打ちたいので、ここはね、あまりね、なんて言ってですかね、ボスの邪魔というかな、火力を優先して、突破してます。はい。で、こことかね、EP がね、E1 っていうのも分かってたんで、SS って、価値に確実に処理しています。こういう時でね、マリシェの SS 使いますね。まあ、ただね、ボスの火力とか、それ以外では、あまり使えないので、基本はね、SS を使わず殴るっていう風なことを意識してもらえればなと思います。はい。で、ボスの、ラストゲージなんですけど、結構ね、ここの、ラストゲージが、何ですかね、ザコと、天草四郎と、荒見玉かなの配置がね、ちょっといやらしくて、結構ね、下配置になってることとかが、やっぱ多かったりするんですよ。で、下配置になってると、なんですね、天草四郎はもう、地雷を持ってね、殴らないといけないんですけどね、あんまりね、殴れないんですよ。なので、キャラクターをね、1ターンとか2ターンぐらいであれば、キャラクターをね、上に配置するっていう風なムーブを取ってもらっていいです。あれですね、ドーマン本氏とラセスの付近にキャラクターを配置して、まあ、うまいことね、バフをもらえるっていう風な立ち回りしてもらった方が、次のターンね、ちゃんとね、天草城を処理できる確率が上がるので、そういう風な配置をして、焦らず、やっていくようにしてください。はい。でね、天草を倒すことができれば、弁慶の SS が、こう、大体ね、ここでまでには溜まってる、2段階に SS が溜まってると思うので、あとはね、
さんと弁慶を配置して処理していくっていう風な形となってますと。はい。で、次の次かな。で、もう弁慶の一節打つことができれば、もうね、ちゃんとボスの弱点殴れば、ボスのゲージ持っていくことができるので、こことかもね、本当はね、弱点殴るっていうのが基本ムーブなんですけど、こういう場合は、ローマン奉仕。あ、ここ入れ番しちゃって、ちょっと危ないんですけど、こういう場合はね、ローマン奉仕。左側のローマン奉仕を倒さないような形で立ち回ってもらえればいいです。こことかね、位置完璧なんで、ローマン奉仕のバフをもらって、上のね、地雷を取って、弱点殴るってしてます。これでね、倒せます。はい。っていう風な形でね、配置と、あとは、地雷をね、ちゃんと持って、バフもらって、ボスの弱点殴る。これだけをね、意識すれば、自陣無課金の編成でも、未開の大地22、攻略クリアすることができるので、ぜひね、そのキャラクター不足とか、って方は、マリ視点積んで、攻略してもらえたらなと思います。ポイントとかね、クエスト概要も、またね、載せとくので、そちらの方もね、参考にしながら、クエストやってみてください。それではね、最後までご視聴ありがとうございましたということで、この動画を終わりたいと思います。よかったらね、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では、バイバイ。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がお済みでない方は、アイコンマークをタップし、チャンネル登録をお願いします。その他、ツイッターもしておりますので、フォローもお願いします。これからも楽しんでもらえる動画を上げていきますので、興味ある方は他の動画も見ていってください。ではでは。